お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、久々の対戦曲やっていきたいと思いますだけで、早速でフレバト来たんですけど、今日は海外プレイヤーのフェイマースキッドというプレイヤーとね、対戦していきたいと思います。このプレイヤーですね、まあ簡単に言うとね、世界で一番エリジェが上手いプレイヤーですね。前シーズンも世界13、ベストも9位とね、バケモノです。はい、BO5 でやっていきたいと思います。まあ早速最初はロイから、最初ちょっとロイ使っていこうと思います。で、アチャクイと、まあ、ゴールドナイトと、スケルトンキング、まあ1回ずつはちょっと使いたいねって感じでさ、やっていきましょう。ふう、久々だね。 BO5 で先に3問勝った方が勝ちで、このフェイマスキッドの方のね、 YouTube にも、まあ、上がるので、まだ、あ、同じか視点は同じか。フェイマスキッドがね、どんなリアクションしてるかとかね、そんなのはちょっと見れたら面白そうですけどさ、ユーの、なんだろうね、まあ、ペッカ、メガナイトのラム系とか全然あるね。はい、最近ちょっと多いですから、このペッカラムはメガラムか、入ってない普通のね、エリーババとかの人気の可能性もあると。さあ、金色のね、おばちゃん出してきます。ペッカ系の可能性もあるし、ここのまあライトかポイズンかファイブかっていうのは結構わかるね。さあ、同じで、あっちゃくにこのスペル打ってこないのがね、ちょっとびっくりというか、何なんだろうっていうね、思いはあるんですけど、これトリトンで引っ張ったらね、透明化意外と無効化できちゃうっていう。いや、これでもいらんな、このダクピー多分。踏まれるっすよね、多分。ペッ、ああ、そうですね。踏まれる。いやー、これちょっとやっちゃったっすね。で、相手も多分分かってると思うんで、そう、攻めてきますよね。まあ、一旦頑張って耐えて。いやー、近畿道できればまだ、まあさ。メガラムのゴーストユーのね、型ですね。いや、行ってます。そうだけどな。これ行きます。まあでも、普通に止められちゃうかな。で、インドとか多分いないんで、オッケー。まだ許せる。で、ウッド打って。いやー、めっちゃいいユーノ、それやばい。めっちゃいいユーノ来た。ユーノは走ってもいいね。オッケー。さあ、ダメージ的なトントンと。で、メガラムなんだけど、テンプルはね、ライトニングなんですよ。そう、ライト。で、ライト打ってこなかったんだよね、問題は、チェックに。いやー、どうなんだろう、だからどっちなんだろうっていうとこだよね。埼玉、警戒してるね。一応、透明化使って溶かしたい。透明化？透明が全然使わないね。あ、来た。でさ、ここはちょっと一回行って、さあ、ラムボーやね。いや、そっちじゃねえ。これやばいかも。入っちゃうの。なんならライト打たれそう。いやー、ちょっと待って、やばい。いや、でも舞台になる。いや、危ない。ちょ、やめて。いや、LSP ナイス、感電。やつい、熱い。さ、一旦豚。豚。いや、これでもさ、ロイ行けば結構熱いんだよな。流れは熱いよね。いや、結構いいよ。結構うぜえ。いいよ。熱い。さあ、間のスプレーがちょっとわかんないのが一つだけ嫌なとこ。早めにちょっと溶かしたいね。ライト打つなら打ってもほしい。さあ、ライトニング打ってくれた。となると、めっちゃチャンス。耐えれば。え、耐えるよね。LSP。耐える。いや、これある。マジである。いや、あれ、透明化やだね。この位置やりたい。いや、めっちゃいい透明化。いや、なんならでも入ってる。いや、これ、ライトで終わる。ライトで終わる。いや、突破できねえか。ワンチャン？いやさあ、1本目。ロイじゃねえな。メガラムのライトでしたね。さあ、ちょっと嫌でしたけど、まあ、一本目はね、あげるよと。さあ、次ちょっと何使おうかな。今はこれですね。はい。もうね、流行ってますからね、このメガナイトラム。ペッカ型だったり、LSP 型だったり、いろいろあるけど、お互いやっちゃくいでしたね。違うの行こうか。
さあこれでいきましょう。まあ BO5 なので、まあさすがにねちょっと勝ちにはいきたいね。でこのフェイマスキッド選手は世界大会も出るので確定してます。はい。なんでまあ勝ち上がることができれば、当たる可能性ね全然あります。まあ、あとねエレジャイ世界で一番うまいんですけど、本当になんか 何かを極めた人ってやっぱ強いっすよね。結局こうなんかいますけど、世界のねバルーンつか世界で一番バルーンうまいなってなったら、まあポンペオとかアナバンとか世界一の丸々使いみたいなね、エレジャイですね。さあでスケウッドってなると、流行りのスケウッドだとね、なんだろう、これあれだな、デリバリーのディガっぽいかな。あーそうですね、デリバリーディガっぽいだと思う。だからまあまあまあデリバリーもあって意外とどうだろうな、まあまあ、まあ、この辺押さえていこう。吹きやスケバレあたり、まあウッドもあるんでね、ウッドもザウッドとデリがあるのか。いやーいいウッドだね。あーでテスラもなんかカツ入んねえかな、サガバと。でまあでもあれかな、俺のダメージ通すってなったら、まあデリウッドテスラもあるんで通んないんですけど、スケバルとかコウモリはディガーですね。結局はディガーの削りどれだけいけるかっていうとこになってくると思う、今回のね勝負を左右するのは。さあスケブで多分基本的にはポイズンがよく使われるけど、まあポイズンかロケットかって話だね。さあスケキンね、スケキンちょっと活躍してもらいながらね。いやあのテスラね、一個内側ねスケバレがね寄っちゃうっすね。いや吹き矢に迷いなくウッド打ってくる気もするんだけどな、スケキンのスキルでもよかったのかな。さあで僕はこんな感じでね、もうスケバレのダメージを稼ぎたい。あーもうスケバレのダメージすら稼がしてくんないんだよね、ザップね。これですね、これで俺は稼いでいかんで、であとはポイズン打たれるかもなんで、あーそういう感じね、こっちを刺してくるっていう。ちょっとね、いや嫌ですね。いやゴルナイ強いね、ゴルナイなんかめっちゃ頑張ってるね。さあスキルちょっと使って、ちょっとうざいでしょ絶対、うざいよね。いやコウモリがいいよ、いやいい味出してる。いやテスラが強いな、どっちをどう対応していくかってとこね。いいよ、いい感じ抜けて、ここで相手のこっち行っちゃうんだよね。でさプレッシャー与えながらさ、コウモリザップってね。いやこれ普通に相手ちょっときつくね。いや吹き矢が入ってる、熱い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 、吹き矢が入ってる、吹き矢が入ってる、やばプリンス天才や。いやしかもデリなんでね、ちょっとね時差があるよね。でこれ絶対走らせてくるから、よしよしよし。でポイズン来るからポイズン受けてみんように、いやあれは一旦捨てていいな、なんだ端前から行って、これ D かですね、それどっちか入るやろって、あえての手前側ね。やばいやばい、手前やっちゃった、おーなんでなんか入った、あっさナイス、オッケーオッケー、吹き矢入ったのでかいしね、このスキキンコカツね今がもう強いですから、流行ってますからね。オッケー1-1です、セマンドがこれですね。もうなんかもうお互い最近のねテンプレデッキですね、いろんなデッキがちょっと生まれてるんですけど、まあ、どれもちょっと有名どころのねデッキです。さあ次は相手スケキン使ってくるな、この法則だとね知らんけど。さあちょっとこれ以降ペッカラムのゴルナイ型ね、ユーノの枠がゴルナイになってますね。でダックプリがゴーストで軽くなってる、まあ、着衣とかの処理がちょっとポイズンなんで厄介ではあるけどみたいな感じだね。さあよろしく。普通に前シーズンマルチ世界13位フィニッシュってやばいよね。ね、最多だろう、だから8800ぐらいあんのか。やばすぎ。圧がすごいよね。さあ、降り。で、タルババも一個右サイドにね、隅っこにやることによって、降りにね、寄られない。やっぱ悩むなぁ。さあここがペックちょっと高めかな、これ多分ねエレジャイのスケラ、エレジャイじゃないスケキンのねスケラっぽいですね。だから相手あちゃんと順番通りに使ってきましたねね
あのスケキン、なんだっけ忘れた、スケキンからの、スケキンじゃねえや、間違えた、BO5 中だと意外と喋れないね。さあ、死ぬ、やられたら、エリキでいこうか。スケラポイズン、アチャクイゴルナイね、アチャクイゴルナイスケキンで、ここに、まあ、普通はスケルトン部隊なんですよ。いやー普通、あーこれあれですね、今ゴルナイのスキル使ったらキングギドしようって、うん、ちょっと狙ってますよね、あのネクロの位置。あんまちょっと攻めすぎが怖いね。ここにスケラ打たれるのもちょっと嫌だけど。で、檻裂いてたらラムが結構まあ通りやすいとは思うんだけど、一応スケルトン部隊もあるんだよね。そうだからスケブを裂いてくれたりすればいいけど、スケキン受けか。ああそうですよね。うん。ってなるとちょっとどうしようかなっていう。ペッカもない、結局インドで行かれちゃうからね、出したところで。さあポイズ打ってこう、ダメージね稼いでいこう。オッケーオッケー。ああ、痛い。痛いな。相手のダメージぶっちゃけ通んないですからね。逆にどうなんだろう。インド逆サイトのでかい。さあ、これ激アツでして。あ、ネクロとかちょっと邪魔なんだけどね。正直。さあ。いやーこれあれだな、あのペッカやばいね、あのペッカってネクロか、あのネクロやばいんで、ちょっとゴルナイでやりいこうかな。いやーめっちゃいくな、めっちゃいくな。え、待って、これはね、相手も俺も予想外すぎる今のは。今やばいよな。いや今の狙ってできるようになったらさすがに強い。しかもこうボーパーあるんだね俺。いや、これいいね。あと、エレキでもね、踏めるっていう。この、アンシアンズエレキ。オッケー。いやー、オッケー。さすがにボーボーで耐えれるよな。ちょっと怖いけど、920。さあ、これ絶対右サイドは警戒されてるんだね。逆からユニット出しながらの、これどうせマーサネクファイブで行かれるからね、こういうとこでちょっと攻めてあげてもいいかも。走ろうぜ。いや走んねえのか。いや走れるね。ナイス。でそこで溶かしちゃってほしいな、首振れ。もっとさスキル使ってくる。まあここは別に、でマザネクちょっと高めで警戒してポイズね。でゴーストで毎回攻めていこう。あー逆、ナイス。エレキも強い。いやこれに関しては勝てそうだけどな、さすがに。で走ってもらってピューン。いや、行っちゃうんだよね。タワーに行っちゃうんだよね。いやー、今だって行かないよな、普通。行くときで行かないだけの、この、なんだろうな。判断がむずいね、あれ。ラッキー勝利だもんね。いやー、でかいね。さ、2-1 です。ゴルナイがなんか事故を起こしてくれて勝ってる、今んとこ。ゴルナイゲーか?もしかして。さ、お互いね。これ別に何も縛りとかしてないからね。チャンピオン縛りとか。偶然1回ずつ使ってるからね。さあ、地獄の小屋で行きたいと思います。これやばいっすよ。マジこのデッキ。本当にね、本当にやばい。刺さった時に、相手を精神的になんか追いやってしまうっていう。さあ。すごいかな。ちなみにスペルがね、ファイアボとかがないっていうデッキです。珍しいんですけど。親衛隊ザッピーでスケキンもいて、横からユーノとかもね、刺してくるっていう。いや、ウッドですらうまい。タルか、ウッドか、ゴーストウッドってあったらロイだね。まあ、ライトニングだったら相性はいいよねっていう話だよね。うん。相手のスプレーがわかんないけど、さ、ロイ。まあ、ロイアチャクイもね、アンパイですからね。まあ、どっちだろうっていう話を。まあ、これちょっと、いやー、生きてほしい。さすがに生きてほしいけど、スキル使ってやられるよね。で、俺がこれやばいね。ハイエボないから、あのね、マザネクやばいの。いや、新兵隊、いや、ナイス、よくやった。うん。いや、範囲で一発持ってく。これ多分ね、うっときそうだよな。いや、めっちゃ戻るじゃん。ちょっと待って。
戻りすぎだな。これはまああれだな、突進で。いや、これどっちなんだろう、ファイボかライトかどっちだと思う。いやー、ファイボでした。ファイボでしたが、逆にカウンターみたいなとこない。これスキルは結局ウッドで剥げるからユニット追加ですね。で、真ん中タルとかも狙いながら、いや熱いよ。え、これ結構熱くね。スケとかこの辺に出てこない。いやー、うまいが全然あるよ。いやー、もうちょっと欲しかったな。ちょっと足んねえよな。いやー、このダメージも嫌だしね。さあ、まあこの圧着はさすがに透明化されても、うん、いや問題はこの一本折れるか理論なんですよね。さあ、結局ファイブ打たれちゃうんだね。あとファイブとりあえず打たれる。あー、これ今ね、ザッピー使ったから止まんないよっていうこのね、攻めよ。これね、防ぎたい。いやー、防ぎたい。ですけどね。さあ、問題は、まあ、こっからですね。こっから削れるかどうかなんですけど、いやー、これきついよな。マザネクが泣いた方がいいやつだね。まあ、でもこのデッキのね、見せ場はこっからなんで。もういっぱい来るよ、いっぱい来るからこれ。どっちも来ちゃうからね。相手これ結構、え、あるんじゃない。ユウの走れ。マジで。6秒。しかも相手これ5打たないといけない。いや、そっちに打ったらさ、あるくない。しかも見てこれ、左なのかこれ。いや、ここで相手の左打っと耐える。いや、マジで。どっちから。入れ。ザッピ、お前頑張れや、もうちょい。いや、これ割っちゃったよな。めっちゃ惜しかった。いやー、さあ、2-2です。こや、惜しくもね。さあ、突破できずと。いや、次何使おうかな。でも、お互いね、今のところチャンピオン全部入ってんね。さあ、というわけで、ホグでいきます。さあ、クエイクホグの、クエイクね、ライトにしたバージョンですね。まあ、着衣対策とか、まあ、ヒーロー対策ですね。チャンピオン。さあ、BO5 勝ちたいね。削っていこう。一応エリジェイが得意なんで、フェアマスキットはエリジェイが世界で一番前なので、エリジェイにもね、最高勝てるよねっていうデッキを持ってきたら全然違いましたね。バルキリーオフィホフミラーあるね。まさかのゴブドリです。さあ、ゴブドリは、まあ、テスラがね、厄介になってくるよね。まあ、でテスラを突破してしまえば全然ねみたいなのがあるから。さあ、このテスラだね。さあ、ファイスピース削りながら、いやー、キンキドやめてほしいけど絶対してくるよねこれ。これ回ってる、テスラ今回ったな。ウッド打って、ウッド打ったらこれ一発入んないの。入って欲しかったな。さあ、入ってはくれない。いや、これ勝てるね。まあ、相手の方にもよるんだけど、よいしょ、これはちょっと勝ちたいね。言いたいよ。で、次、まあテスラなんだけど、これバルキリーに対して何出てくるかね、見といた方がいいね。これもう一枚だって出さないといけないからね、結局。どうなんだろう。まあ、ライトこれ決める?早いかな。ちょっと早いけど、アドがね、ちょっとだけあったので使っていきます。さあ、で、僕のマックス字はまあ、ボンバーぐらいかな。ボンバー入れなければ全然勝てそう。テスラめっちゃきつい相手。いや、それ嫌だな。さあ、もうどんどん攻めていきます。正直相手はね、ホグ飛ばされるだけきついと思うのよね。だから積極的に飛ばしていく。さあ、これスケからのでもよかったけど、まあこれでうざいからね、やっぱ。いや、そうなんで、ライトは打てないけど、ここでなんすね。もう一発入るのでかい、しかも
これでもう一周回られるんですよね、僕の場合。これでテスターが回んないんですよ。まあ防衛5が来るかもしれないんだけど、いや無理にでも回してるね。5からのさペースはいいんだけど、意外とダメージ、大ダメージには繋がらないと。さあでここで攻めちゃうんですよね。でウッドで守って、いや熱い、あー縦線出てきたか。いやこのやばいね、5の防衛うまいな。5で一発も入れさせないやつね。うん、せっかく今テスラなかったサイクルだったんだね、ちょっと痛いけど。さあ間に合うと。いやだがしかし、いやー6本はでかいな、これマジででかい。いや熱い、いやー範囲がうまい。いやでもこれ入る、一発でかい、一発でかすぎる。これライトはライト、いやこれだって5防衛で、5防衛と一発、いやホグせこいな、なんか今の見ると。さあホグ飛ばす、結局だって相手もう1枚ぐらい出さないといけないからね。でホグ飛ばして、さあバルギー、やばいこれボンボ入る、待ってちょっとやばくなってきた。いけいけどんどん、いやまあ、いやボーイ5かな、いやボーイ5うまいな。いや待って、ウッド外した、やばい待って、やばいウッド外した、うわやべえやった、うわマジか、うわーこれやべえな、これ負けるのはね、やってます、いやーやってるけど、あのねホグに対してテスラで防衛、そしてテスラがないターンでね、しっかり5を使って守ってくるのはうまかったっすね。いやこれこれな、大会でこれ当たったら勝ちたいっすね、さすがに。いや悔しいな。でもさあという感じで、BO5 動画久々にねちょっとやってきましたけど、まあ、こんな感じか。ロイでメガナイト、ディガー削り、まあ、スケキンと、まあ、お互いスケキン使った時がやっぱ負けてますね、うん。で最後はお互いこのねチャンピオン使わないっていう、最後の最後勝ちに行く時はチャンピオン使わないっていうね。なんかそんなわけで、まあ、チャンピオンデッキも今多いですけど、結局チャンピオンないデッキの方がなんなら強いというかね、結局幅広くね勝てるっていうのも結構あるんでね、まあ、チャンピオン持ってない方は持ってないなりのねそう戦い方で、ぜひねちょっとトロ上げだったり、まあなんかフルバトだったりさやっていけたらなと思います。さあというわけで今日はね BO5 動画だったんですけど、ちょっと負けたの悔しいですしね、こういう動画もね最近あんま上げてなかったので、またね他の海外プレイヤーともね、試合したらねぜひ上げていけたらなと思います。まあ世界大会はね12月3、4、5にあるので、まあそれに向けてもねしっかり仕上げていけたらなと思います。よければチャンネル高評価もよろしくお願いします。ヘアスケットのチャンネルもね、概要欄に貼ってますので、ぜひ、チェックしてみてください。ではお疲れ様でした。